助けたくプロジェクトです。ちょっと息が全然ですね、僕らは、再現した、電化製品を、新たな電池楽器と連携させ続けているプロジェクトなんですけど、今演奏している方は、ブラウン管テレビですけど、テレビから出る静電気を手で拾って、足にコイルがついてるんですけど、それでギターアップに静電気を送ることで音を出して、で、シマ模様で音が変わるんですけど、音数が少ないと低い音、本数が、多いと高い音になるということを発見して、楽器化しています。で、今日はですね、もう一つ、シマ模様を、音に変える電化製品を、演奏していこうと思うんですけど、それは何かというと、そのレジでおなじみのバーコードリーダーを演奏します。で、ちょっとですね、もう一人、今日レジ係が来ていただいたので、一人、お呼びしたいと思います。佐坂さん、よろしくお願いします。世界でバーコードリーダーを演奏できるここ2人だけっていう、バーコーディストっていうふうに名乗ってるんですけど、ですちょっとですね、動作チェックをしてみたいと思うんですけど、どなたかお客さんの中で、バーコードが売ってあるものを持ってたりしますか？ちょっとですね、テーブルが届かない、あ、これちょっと動作チェックをさせてください。いらっしゃいませ、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 あ、ペットボトルかな、ちょっと来ましたかね、あ、いらっしゃいませ。で、ちょっとですね、シマ模様をですね、今これスピーカーに直接つなぐっていう回線を作ってまして、シマ模様なんでも音になるってことなんですね。ちょっと今、シマ模様の答えが聞いたんで、ちょっと今、気になるなんですけど、怖がらないでくださいね。一応ですね、このレーザーの目に入っても安全な、弱さになっていますので、怖がらないんですが、ちょっとスキャンされて、スキャンしていいですか？ちょっと音量を上げていただいてですね、これはちょっとスキャンするよ、これが感じですね、シマ模様が